きな日本人のグループですということです。どんな形なんでしょうね。あ、手を振ってらっしゃいますね。準備の方はよろしければもうちょっとです。大丈夫ですか。はい。私たちサモアナサモアは毎週火曜日と水曜日に、大崎でサモアンダンスのレッスンをしていますということなんですね。これはもう誰でも参加できるということなので、もし今日のステージをご覧いただいてちょっとやってみたいわ、またはこれも面白そうだなと思った、いらした方、ぜひぜひですね、こちらのサモアナサモアナにですね、ご連絡いただければと思います。はい、ということでよろしいでしょうか。はい、ではお届けいたしましょう。サモアナサモアです。
サといったらいろんな踊りがあるんですね。アクロを書いて手で踊る、皆さんもこれだったら座ったままでもダンスに参加できそうですね。ということで次の曲からはちょっと皆さんにもね参加していただくということで、やっていただきたいと思います。座ったままでも大丈夫ですね。はい、手の振りを、ダンサーの皆さんと一緒にですねやっていただきたいと思います。彼女たちはですね、毎週火曜日と水曜日に大崎でサモアンダンスをレッスンされているということで、もしそのやった後にですね、あ、これやってみたいなと思われた方はぜひ彼女たちに声をかけてください。よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょうか。あ、練習やるんですね。はい、皆さんタロハ。さっきハワイの時はアロハって言ってたんですけれども、今度はサモアですのでタロハですね。皆さんタロハ。サモアナサモアです。次の曲なんですけれども、次はカタカタマイという曲で、とてもノリのいい曲です、ね。で、皆さんにも曲の中で手を叩くところがありまして、そこの場所で皆様にもぜひ拍手で参加していただきたいと思います。それではそこについて説明しますので、はい、最初は手拍子なんですけど、2回、次が3回、最後が1回です。2回、3回、1回で手拍子叩きます。まずダンサーさんにお手本をやってもらいますので、見ててくださいね。じゃあ行きます、せーの。ルアーパッチ、トールパッチ、ダッシュパッチ、はい、こんな感じです。はい、じゃあ皆さんも一緒に練習してみてください。行きますよ、2回、3回、1回です。はい、せーの。ルアーパッチ、トールパッチ、ダッシュパッチ、できました？できました？いいかな？準備いいですか？はい。じゃあもう本番に突入します。それではみんなで一緒に踊ってみましょう。よろしくお願いします。